はい。画面を横方向に見て4匹のドラゴンがいます。右方向に緑、黄色、赤のマスがあります。そのマスを右方向にドラゴンは突進していきます。ダメージと書かれた部分に突進されるとダメージを受けます。突進されないようにタイミングよくパンチボタンを押します。ただしパンチボタンは下から順番に色が変わり、同じ色のマスに対しパンチを出せます。ドラゴンに突進されるとダメージを受けます。3回ダメージを受けるとゲームオーバーです。30秒の間ドラゴンの突進を耐え切ればゲームクリアです。では実際にプレイしてみたいと思います。スタートボタンを押すとゲームが開始します。ではスタートボタンを押します。はい、ドラゴンが緑黄色パンチですね。はい、緑パンチ、これは厳しいですね。一気に来られてしまいますね。はい、で黄色に来て、これは赤パンチ、赤が、はい、やーっと緑パンチ、はい、というわけで30秒ドラゴンの突進を耐え切ったのでゲームクリアすることができました。それでは一旦ゲームを終わり、このような形でノビルブログでは面白い Android アプリを紹介しています。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回の動画はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。